さあ、朝栗シャドウズも安家問題が未だに解決しておらず、結局これってさ、着地点でどこなの？って言いたくなるような状況なんですが、今ですね、何が言われているのかっていうところを話していきたいんですが、まずコレクターズエディション、皆さんこちら存在ご存知でしょうか？まあ、当時ですね、かなり値段が高くて、お前これさすがにユーザーの足元見すぎだろうっていうことを当時言われていたんですが、こちらですね、限定版となっておりまして、数量を絞って、市場に出荷していると、そのような、かなり特別なエディションとなっておりました。ただ一方で、未だにですね、こちら購入することができる予定でして、34,980円、高すぎない？やっぱりこれ高いよな。さすがにお前これ限定版とはいえ高すぎじゃない？まあ数量限定出て、こちらね見てもらったら分かる通り書かれておりまして、まあいくつ在庫が用意されているかまでは分かりませんけど、ただそんなに多くはないんじゃないかといったことが言われてます。ただ現時点でもね、未だに売れ残っておりますから、まあ転売ヤーすらもね、この作品には手をつけないみたいな、なかなか末期の状態となってますよ。まあ少々高くても転売ヤーはね、この手のその限定版みたいなものは値上がりすることが普通に考えるとね、ありえますので、まあちょっとマイナーなゲームでもね、手を出してくるのが結構通例化しているんですが、ただ今回は転売ヤーすら購入しないという結構絶望的な状況となってますね。まあなかなか派手にやばいんじゃないか。で、あとまあこれとは別に、Amazon のランキング見ることができるかと思いますが、通常版の朝栗シャドウズ、こちらの予約も全く進んでおりません。まあ UBI ソフト側としてはすごい強気なんだけどさ、まあ少なくとも日本では本当にね、購入しようと思ってる方がかなり少ないことがランキングを見ていてもわかるかと思います。まあ発売まで残り3ヶ月ぐらいあるので、まあそれを考えるとまだまだ先だから、まあこの時点で予約をされる方っていうのは相当コアなユーザーなので、まあこれからでしょっていう側面もあるかもしれませんが、ただまあ朝栗シャドウズ、少なくともこの限定版のコレクターズエディションも売れ残ってる状態だから、まあなかなかですね、看過できないような状態となっているのかなと思いました。まあ割とね、安家騒動の炎上事件が効いてるんじゃないかな。その可能性が高そうではあるよね。まああくまで UBI ソフトとしてはかなり強気のスタンスで、まあ謝罪らしい謝罪もせずに、ここまで来てしまっている状況ですが、ただ謝罪のやり方がね、やっぱ悪かったよな。謝罪してるようで全くね、謝罪してないからね。我々としては精一杯頑張っているので、皆さんぜひ購入してくださいみたいな、お前それさ謝罪じゃなくねっていうね、そういった状況だったかと思います。でまあそういった状況なので、まあ果たしてどうなるのかっていうところですよね。そう、豪華数量限定版、ただ限定版ってやっぱりさ、すぐ売り切れる、そういったイメージなんだけど、やっぱり安家騒動の事件っていうのはかなり尾を引いてるんでしょうね。ただそれを考えると、やっぱり日本でこの朝栗シャドウズを、なんだろうね、現実的に売ることって難しいんじゃないかな。まあすでに声優の方もアサインしたりとか、で、あとはまあ日本向けにですね、プロモーションも組んでいたりとか、いろいろしておりますから、もう正直後に引けないような状態な感じもするけど、ただ、やっぱこれを見てみると、結構、こう売り上げにも響くんじゃないかな。そしてドラクエ3リメイクと、これはわざとなのか、それともね、たまたまなのかわかりませんけど、発売日がね、1日遅れなんですよね。しかもこれ、後に出る、先に出るんじゃなくて後に出るんですよね。11月14日がドラクエ3リメイクで、で、11月15日が、確かこの朝栗シャドウズなんですよね。で、明らかにこれ後に出た方が売れないからさ、そういったところも考えると、これ下手すると全然売れない可能性もあるよな。パッケージ版、そしてダウンロード版含めて。まあ今までのその、なんだろう、朝栗ファンの方も今回だけはその購入見送るみたいなことを言ってる方も多いので、まあ、それを考えるとかなり逆風じゃないかなと思いました。
まあとりあえず足元このような状況となっておりますので、今回共有させていただきましたが、皆さんこの件についてどう思いますか？ぜひ皆さんの思うこととか感想等をですね、コメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。ただコレクターズエディションが売れないってなかなかね、 UBI ソフトとしてもビビってんじゃないかな。さすがにちょっとこれやべえんじゃねえかみたいな。あと予約がね全然進んでねえぞみたいな。けどユーザーの不信感を招いてしまったのが全てなんでしょうね、これ見てたら。これどう売るんだろうな本当に。で、あとさ、結局売るっていうのもすごいよね。これ下手すると取り下げになるんじゃないかとか、自主回収するんじゃないかっていう説も出回っておりましたが、まあそこについては UBI ソフトとしては先日の謝罪会見でもございましたが、まあなさそうではあるので、まあどうしてもこれを売りたいんでしょうね。ご要望に添えず申し訳ありませんでした。 Amazon で予約すると関係ないエロフィギュアをセットで押し付けてきて、草無断盗用エディション。まあ無断盗用してるっていうのもやっぱり問題があったんだろうな。まあ転売屋としてもそんなの売れねえだろみたいな感じなんでしょうか。まあそういったところで、無断投与したものが含まれているこちらのエディションですが、まあこれをね、まあそもそもなんだろう、Amazon で未だに売ろうとする、そういったスタンスもちょっと良くないよね。しかもこれさ、全く変えてないからね。全く変えてないってすごくないか。しかもその無断投与事件についてもあれなんだよな。結局その解決してないという話じゃなかったっけ。そう、解決もしておらずで、結局なんかあの件もどうなったんだろう。なんかね、 UBI ソフトってマジでやることなすこと結構ね、まあ腹黒いというかね、なんか煙に巻いてる状態だけどさ、全然なんか負けてないよねみたいなところがありますよね。まあとりあえずね、数量絞っているのになかなか売り切れないということで今話題となっておりますが、まあこれからも売れることはおそらくないのかなと思いましたね。でまあ今回限りではないかなとこちら思っていて、まあ朝栗シャドウズのせいで、まあせいでっていうか、まあ、UBI ソフトのせいで朝栗のそのなんだ、まあ印象であったりとかイメージの悪化っていうところは免れないかと思いますので、まあ、今後のシリーズの展開とか続編とかについては相当難しいんでしょうね。まあこれからも継続的に朝栗シリーズは出そうと多分公式は思っているんだろうけど、まあ多分日本でもう売れなくなっちゃうんじゃないかなこれ。まあ日本の市場ってそんなに大きくないからさ、まあ向こうからするとどうでもいいやって感じかもしんないけど、まあなかなかねすごいメーカーだなと思いました。はい。まあそういったところでコレクターズエディション問題、こちらについて取り上げさせていただきました。ぜひ皆さんの印象とか感想等もですね、コメント欄で教えてください。お疲れ様でした。ではまた。